Hi everyone! It's Satoko! 皆さんこんにちは、Satoko です。私の簡単英語レッスンへようこそ。前回のレッスンは Goodbye! さようなら。そして私たちが日常に使う Bye! や Bye for now! そしてお疲れ様でしたの言い方。同僚には Have a good evening! そして上司には Please have a good evening! や Have yourself a good evening! この Please と yourself 同時に使ったらもっと丁寧になります。Please have yourself a good evening. そして上司から部下へ Thank you for your hard work. これは仕事を頑張ってくれてありがとうという意味でお疲れ様でしたね。そして今日のレッスンは See you! じゃあねーという言い方のレッスンです。まず発音から見ていきましょう。 See! これ See って言いたいところなんですけれども、 See の口の形のままで See と言ってみてください。 See!それに you をつけて see you。 これでじゃあねというカジュアルな言い方です。これはね I will see you から来てるので、もう I will を取って see you と砕けた感じでのセンテンスです。 I は私、 will これは将来のことを、ね、話すときに使う未来形の単語です。 will L があるので最後上に舌をつけ will です。See は見る、会う。You はあなた。で、私はあなたにお会いしますという略のセンテンスです。そして、カジュアル、友達や家族には、今学んだ See you、それか See ya と You がやに変わって、これは結構、ね、砕けた感じの言い方です。See ya。あと、日本語ではね、じゃあね、バイバイというそんな言い方は、See you, bye とね、これはよく使われます。そしてもっとフォーマルに知り合いとかに使うには、I'll see you, これは see you の前に I'll がつきます。この I'll は I will の省略形です。このアポストロフィー、これ your の時も学びましたね。アポストロフィーをつけると省略したという印。これは will の w と i を取って i の後にアポストロフィーをつけて最後の l を2つをつけて i'll。 発音は i'll、 l があるので舌を上につけ i と言った後にもう舌をつけちゃうともう勝手にルの発音になってるので i'll です。 I'll see you。 そしてフォーマルに上司やクライアントとかにの言い方、これはもう前のねオリジナルの形の I will see you と略さず I will see you、 これが丁寧にの丁寧な言い方です。そしてあと他にはね I hope to see you、 この hope 名詞では希望、動詞では望むという意味です。この発音 hope O とちゃんと発音します。 hope。 そしてここで新しい文法 I hope to、動詞プラス名詞か代名詞、代名詞はあなた、you とかそれ、it とかいうね単語です。それで動詞が A で名詞、代名詞が B だとしたら B に A ことを望みますというね、そういうセンテンスになります。でこの動詞の後ね with とか to とか単語によってはつく時があります。でこのセンテンスだったらあなたに会うことを望みます、ね、この see とか meet 出会う visit 訪問するには to とかね with とか何もつけなくてもいい単語です。それでまた後でねとか、うん、その時ねとかそういう言い方を紹介します。まずはじめ again、 これはまたという単語で N があるので舌を最後上につけ Again。 それで See you again、 I'll see you again、 I hope to see you again。 それでじゃあまたねというそんな感じの言い方です。そして次 Soon、 これはすぐにという単語、最後また N があるので舌を上につけて Soon。 これですぐにねという言い方、 See you soon、 I'll see you soonI hope to see you soon。 そしてこの again と soon 一緒にね混ぜて使えます。なので See you again soon っていうとまた後でね
I'll see you again soon. I hope to see you again soon. これ、soon をね、again の前に持ってきて、see you soon again って言っても間違いではないんだろうけれども、私的には see you again soon って言った方がしっくりくるような気がします。そして次は later。これは後でという単語。発音 L と T と R があります。L と T は舌を上につけ、R は舌をどこにもつけません。なので、L と T の真ん中は A。AAO の A です。なので、later。もうコツとしては T の時にちゃんと舌を上につけて、later って言うと発音良くなります。これで、see you later。後でね。I'll see you later. I hope to see you later. とね。あの、soon と later は、あの、会う時が分かってても分かんなくても使います。で、この again は結構かしこまった感じで、あの、分からない時に、次会う時が分からない時に使う単語です。そして、then。これは、その時。この単語は、会う時が分かってる時だけ使います。発音。th があるので舌を噛み、最後は n で舌を上につけます。then。あの仏教とかの then を舌を噛んで that といった感じです。then。それで see you then。I'll see you then。I hope to see you then。というそんな感じのセンテンスになります。と今日のレッスンは see you でした。I hope you enjoy this lesson。ね、まだね、登録してない方たち、登録お願いします。それでは、Thank you for watching, guys. I'll see you on our next lesson. Bye!